アブドゥラヒム・ワルダクアブドゥラヒム・ワルダクは、アフガニスタンの政治家、軍人、中将、バルダク州出身、パシュトゥーン人、アブドゥルガニー・ワルダクの息子。1962年、カーブル士官学校を卒業し、アメリカとエジプトの軍事学校で教育を受けた。1976年から、アフガン陸軍で、各職を務めた。1980年代中盤。 ムジャーヒディーン側に移り、サイード・アフマド・ギラニのアフガニスタン民族イスラム戦線に参加した。1988年3月、ジャラー・ラーバードのムジャーヒディーンの統合本部を指揮。1990年代中盤、欧州に移民し、ザーヒル・シャー元国王の側近となった。2001年末、パキスタンに移住し、ザーヒル・シャーにより、新国軍の国防省兼総司令官に任命され、 王政復興のための交渉を行った。2002年12月、新国軍の新兵募集委員会議長。2003年9月20日、国防第一時間。2004年12月23日、国防省。2010年1月2日、国防省に再任。2012年8月7日、会員での会員決議を受け国防省を辞任した。ありがとうございます。